久保さん、こんな人は成功しますにしましょうか。こんな人は成功します。はい。まあ、成功するまでやるっていうね、終わりですね。<laughs> 終了ーっていうね。お金持ちになりたいならお金持ちになるまでやるっていう、もうそれだけですよね。あ、こんな人はお金持ちになりますにしましょうか。こんな人はお金持ちになりますにしときましょうか、かぶせて。 まあ、お金持ちの定義っていろいろあると思うんですけど、お金を持っている、たくさん持っている、稼いで使わない、終了ですね。稼いで使わない、終了。<laughs> はい。まあ、投資っていう一つの、あのベクトあ、あれもあるんですけども、投資は減るリスクもあるんで、稼ぎまくって使わなければ減らないので。 お金は担保できますよねでも、投資は増えるリターンはあるかもしれないけど減るリスクもあるんですよ。でも、使わなければ担保されるんですよ。でも、これも考え方によっては、じゃあその、えー、貨幣価値がどう変動するのか、10年後の日本,日本円はいくらなのかドル、ドルはどれぐらいの価値なのかっていうことで変動するので、お金を持ってたと、今お金持ちでもう10年後お金持ちではないかもしれないっていう考え方もあるしね。<laughs> だから、あの金に換えるとかね。あの金は下がりづらいですからね。 うんまあ、まあ、変動はあるけれども、まあ、昔から金ってあってね。そう。まあ、あとはなんか最近だとロレックスとかですか <laughs>。時計とかね。時計もずっと多分なくならないだろうし。うん。会社はなくなる可能性あるんですけどね。時計はなくなります。多分時計なくならないですね。多分人類は時計が必要ですね <laughs>。まあ、腕時計が必要かどうかはわかんないですけどね。時計は必要ですから、時計はなくならないですね、多分。うん。 だからまあ、あのお金持ちに関してもいろんな定義づけがある、意味づけがあるので、何をもってお金持ちなのか分かんないですけど、ただお金を持っている、たくさん持っているっていう定義でいくんだったら、稼ぎまくって使わない終了ですね。だからまあ、マルサの女っすね。舐めるんだみたいなね。コップ、コップに溜めた水を飲まないと。落ちてくるのを舐めるんだっていうね。金を貯める方法はこれだと。飲まない。水を飲まないと。お金を使わない。こぼれてきたやつをペロって舐めるっていうね。 まあ僕はお金持ちはもうマルさんの女のあの人が言ってくれてるんじゃないかなと思うんですよね。うん。そう。うん。まあ、あの、稼ぎたいんだったら、あの、久保さんも言ってましたけど、稼ぎたいと思って参加したいのに、なんで稼ぐことをやめる、諦めるのかやめるのかっていうね。まあ、ドストレートですよね。稼ぎたいのになぜ稼ぐことをやめるの。 それは稼ぎたいのか稼ぎたくないのか、それは稼ぎたくないっていうことって見えてもしょうがないですよね。でもそれを言ったとしても、またアーダコーダー言われるので、いや、〇〇がとかね、いや、〇〇がみたいなね。<laughs> じゃあいいじゃんっていうね。だから結局ね、まあ、あのーうん、なんだ、平行線なんですよね、これは。その質問をさ、その質問をしてくる人と、 に助言したとしても、その質問のレベルなので、結局そのレベル、そのレベルの話しかできないですよで。それ以上の話をしたとしても、そのレベルで解釈されてしまうので、結局通じないですよね。うん。あ、まあ、これはね、終わりなき戦いですね。戦いというか、うーん。終わらないですね。 でも終わらせるんだったら、あなたが終わらせてくださいって話ですよね。稼ぎたいんだったら稼ぐまでやってくださいっていう、ただそれだけなんで。うん、まあ単純ですからね、稼ぐんだったら。すごいシンプルですよ。ネットだったら、アフリエイト広告っていうのがあって、まあね、あの自分で商品売ったりとかね。だか集客して広告するのか、集客し,集客してアフリエイトを広告するのか、集客して商品売るのか、これしかないんで、大きく分けるとね。そう。 どっちやりますつって。で、じゃあそれは今やってるんですかやってないんですかやり方がわかんないんですかやれてないんですかやり方がわかってもできてないんですかっていう。うん。もう数字で出るんで、そんなのはね。うん。はい。いってらっしゃい。